吉田さん、借金ね、お金に追われる自転車操業、どのぐらいの漕ぎ方なら借金が追いつけないんですかね。いや、さすがですよ、吉田さん。私ね、さっきね、借金について動画撮ったんですけども、ここでもお話しますね。借金っていうのはどういうふうに扱っていくかなんですよ。で、まずね、どのぐらいの借金額だったら自分は限界だと感じるのか。100万でしょうか、300万でしょうか、500万でしょうか、1000万でしょうか、3000万くらいですかね。はばかりながら私は3000万以上の借金はきちんと乗りこなしてきました。で、結局返済も完了してます。5年ほど前ですかね。借金を1000万超えても2000万超えても金貸してくれる人がいるんですよだから借りましたね。まあ、そういうこともあります。しかも私の金の借り方って結構ね、乱暴でですね、返さないと思うよって言うんですよ個人で借りるときは。いや、でも久保さんだったらそんなことないでしょみたいな感じで貸してくれたり、あ、いいですよ、もう返せないんだったらそれでみたいな感じでね、お金受け取ったんですよ。で、結果、ご存知のように私余裕ができましたんで、約束もしてないようなね、お礼をつけて、のしをつけて返しましたね。どうぞって感じで。だから結局ね、なんだろうな、借金によって人が潰されたりするんじゃないんですよ。自分がもうね、借金に対してギブアップしてるのかどうかなんですよ。金ごときのことで負けんなよとか私思いますね。借金の相談よくいただきますけども、いや、その金額で値を上げるなよっていうのばかりですね、私から見るとですよ。私は毎月毎月100万の赤字ができた人間ですよ。100万以上の赤字がもちろん会社に借金ですけども、連帯保証人は私ですから、私個人の負債と同じですよ。でも、まあ、きついことはきついですけどね。でも借金の額が私の体を蝕むわけでもないですし、健康を壊すわけでもないですし、いくら借金が増えていっても私ね、食べるものは変わらないし、キャバクラも行ってるし、当時ね、何この借金きついんだろうみたいな。もちろんいざとなったら逃げることも考えましたけども、まあけどね、このぐらいの金額で逃げるもんでもないなと。それこそね、10億100億言わすんだったら逃げますけども、何百万何千万でとんずらこくのもあまりにもね、かっこ悪いなと思ってましたね。まあ今振り返ると、いや、確かに100万の借金は怖いよっていうのはよくわかるんですけどね。そう考えたら私の方がお金のこと無知だったと思います。ただね、いや、100万200万返そうぜと思いますね、やっぱりそれを組んでも。じゃあマイカーローンって300万の車買った時に6年返済とかで返すわけじゃないですか、ガソリン代払いながらね。それこそこれをサラリーマンの固定給の中でやってるわけですよ。まさに自転車操業、しかも副業ができない、副収入のない人がやるわけですよ、これ。まあもっと言ったら家ですよね。35年間かけて3000万返しますってやるわけじゃないですか。これを20代で組むわけですよ。すごいなと思うんですよね。20代で金を借りたことがない人が家をね、買うために、たかが家を買うために3000万の借金するわけですよ。怖いっすね。よくやれるなと思うんですよ。これは感覚が麻痺しないとできないですよ。どんな感覚の麻痺かっていうと、みんなやってるってことなんですよ。で、みんなやってみんな破綻してるわけですよ、住宅ローン、まあ、めったにうまくいかないですよ、こんなの考えればわかりますよね。ただやっぱり住宅ローンをすることによって住宅っていう資産が残り、その資産に対して新たな借金ができるって形はあります、ね、ですんで借金をどう使いこなしていくかじゃないですかね。あとは吉田さんのように自分でしっかりと物を売ることです。毎月商品売ってる人珍しいと思いますよ。でもね、吉田さん、意地を張るわけじゃないですけども、私も速稼塾の現役だった頃ね、今は速稼塾の隠居が現役ですけども、毎日ですよ、毎日自己アフィリエイト売ってたわけですよそれこそ1日ね、少なくともお一人、多くて4人の人に売ってたわけですよ、2万円ずつこれもなかなかのもんだと思いますよ。常に集客して、常に来客があって、常に収入がある、セールスしてる。そして途中からゼルバックの他にね、ブログアフィリエイトコーナーとか、オプトインアフィリエイトコーナーとか作って売り上げをこうどんどん広げていったわけですよね。それこそ日々商品作って、作った商品のリリースをして、問い合わせがあって集客をして教育をしてってことを繰り返していって、途中から
こういったインターネットね、 YouTube を使うようになりましたけども、うん、やっぱね、自転車操業ってのは私も思いますよ、吉田さん。漕げば漕ぐほど鍛えられて、自転車がうまく使えていけるんですよ。で、最初は10万20万の自転車操業だったのに、いつの間にか100万200万を使いこなせるようになってね、500万1000万の自転車操業もできるようになるんですよ。あの南の手を見たら、みんな中小企業の親父さん、工場の親父さん、みんな自転車操業しますよね。しかも都市で都市で自転車操業できる、そういう風なね、例が映画の中とはいえね、あるわけですから、まあそんなことはよくやってるんじゃないですかね、皆さんね。で、今回はね、自転車操業というテーマで送ってみました。いかがだったでしょうか。いってらっしゃい。